はいそれでは本日は消防設備士の一類構造と機能工事と整備の機械に関する部分のパート12について解説をしていきます今回は1号消火栓の問題そして移送さ性1号消火栓の問題そして加圧送水装置合計3問の問題を行っていきますので最後までご覧くださいそれでは本問題に入っていきます1号消火栓の設置について誤っているものは次のうちどれか1屋内消火栓箱には消火栓と表示するこちらの問題は正解です まず今回、この1号消火栓と呼ばれるもの、こちらは平ホースを使ったものですね。平ホースと呼ばれるものは合成樹脂やゴムを内張りとして施したものを言います。まあ、このような一般的な平ホースを使ったものが1号消火栓となります。この1号消火栓の法律に関して、このように消火栓箱と箱に表示しなければいけません。なので今回の問題、このような屋内消火栓箱には消火栓という文字を表示しなければいけませんので、1番は正解となります。続いて2番。 防火対象物の階ごとにその階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が2 5ル以下となるように設けること。こちらの問題は正解です。こちらの問題に関しては、消防法施行規則の屋内消火栓設備に関する基準の第11-3の E の,のに書かれている項目になります。屋内消火栓は防火対象物の階ごとにその階の各部分から1のホース接続口の 口までの水平距離が25メートル以下となるように設けることと書かれておりますなのでこのように消火栓があったらこの25メートルというものがこのような絵が思い浮かべればよろしいかと思いますなので水平距離がホースの接続口までの25メートル以下となるように設けなければいけませんので今回の2番に関しては正解となります続いて3番屋内消火栓の開閉弁の高さは床面からの1.5メートル以下の位置とするこちらの問題は正解です こちらはこのような床面からですね、この開閉弁というものがあります。ここから開閉をさせるのですがこの高さに関しては1 5メートル以下としなければいけません屋内消火栓の開閉弁は床面からの高さが1 5メートル以下の位置または天井に設けることと書かれておりますので今回3番は正解となります続いて4番加圧送水装置の指導を明示する表示灯は黄色色とし屋内消火栓箱の内,内部またはその直近の箇所に設けること こちらの問題は不正解となります。結果から言うと、この黄色が赤色になります。今回の問題、加圧送水装置を、えー、指導する表示灯、これですね、表示灯。これは赤色としなければいけません。赤色とし、屋内消火栓箱の内,内部、またはその直近の箇所に設けなければいけませんので、今回、この色が暗記になりますので、しっかりと赤色も覚えてください。今回は4番が誤っているので、4番が不正解となります。続いて次の問題に入ります。 屋内消火栓設備の位相差性1号消火栓について誤っているものは次のうち、どれか1。下回の各部分からの位置のホース接続口までの水平距離が20メートル以下となるように設ける。こちらの問題は不正解です。結果から言うと20メートルではなく、2。5メートルが正解となります。今回位相差性1号消火栓と言われるものは、このような補険ホースを使ったものですね。 ホースの断面が常時、円状に保たれている。消防用ホース。一人でも使えるようなホースを、この移送撮影の一号,号消火栓と言います。今回は、消防法施行規則の第十一条の三の意に書かれております。屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から位置のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けることと書かれております。なので、今回の問題は。 20m と書かれておりますので、こちらしっかりと水平距離が 25m と、こちらも暗記していただくようにお願いします。今回の問題は1番が不正解となります。続いて2番。ホースの処理は補型ホースとする。こちらの問題は正解です。こちらは消防法施行規則の第11条の2のに書かれています。消防用ホースの技術上の規格に定める省令に規定する補型ホースであること。 このような先ほども説明した炎上に保たれているこのような保形ホースを使うがなければいけませんのでこの2番に関しては正解となります。続いて3番ノズル放水形状は棒状噴霧切り替えとするこちらの問題は正解です。このような、えー、ノズルの先端ですね。このようなノズルの先端は棒状の噴霧状このふまあ、ふ噴霧ヘッドのような噴霧の、えー、に切り替えれるような形としなければいけません。 なんでこのような封魂状の棒状の噴霧状を切り替えようとしなければいけませんので今回の問題は正解となります。続いて4番。ポンプの吐出量は150リットルマイミニット×消火栓設置個数最大2とする。こちらの問題は正解です。こちらは消防法施行規則の第12条の1-7の歯の,の E に書かれております。ポンプの吐出量は屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数、設置個数が2を超えるときは2とする。 にリット,ル毎ミニットを乗じててた量量以上のととすす。ると書かれておりますなので今回の問題は1 5 0 l ト以上というものが暗記になりますので今回4番は正解となります以上今回誤っているものは1番が誤っているので1番が正解となります続いて次の問題に入りますポンプ方式の加圧送水装置について誤っている記述は次のうちどれか1ポンプの都出側に圧力計給水側に電線計を設置する こちらの問題は正解です。す。ここののような過圧送水装置がありますこの中の,、えー、この最初の部分ですねここから給水管があって、えー、最初の方引き込み給水側に連成系を設けますそして突出側水が突出、えー、出される放出される方に圧力計を設けるなので給水側引き込み側給水側に連成系そして突出側に圧力計、こちらもしっかりと暗記してください今回の問題はこのようなことを言っておりますので正解となります続いて2番 ポンプの位置が水源より低い位置にある場合、湖水装置を設けなくて、設けなくてもよい。こちらの問題は正解です。湖水層と言われるものは、このような、えー、水槽のことを言います。このように、えー、水源水量、ポンプが水源水よりも低い場合ですね。このポンプが水源水ここより低い場合、ここが高い場合、ポンプが高い場合はこのようなことを言っております。このようなポンプの方が水源水よりも高い場合に関しては、このような湖水装置を設けます。ただ、今回、水源水が ポンプよりも高い位置にあるので、このような場合に関しては、湖水装置、このようなものは設け,なも設けなくても良いという形になります。なので、このような方式もしっかりと覚えてください。2番に関しては正解です。続いて3番。ポンプ方式の加圧送水装置は、ポンプ、電動機、湖水装置、ポンプ性能試験装置などから構成されている。こちらの問題は正解です。今回、このようなポンプであったり、電動機、このようなものですね。 こ,このようなものであったり、あとは骨水装置、そしてポンプ性能試験用配管など、このようないろいろなものから、えー、ポンプ方式、加圧送水装置は成り立っておりますので、今回の問題は正解となります。続いて4番。ポンプの突出量が定格突出量の150%のとき定定、定格全要定の50%とする。こちらの問題は不正解です。結果から言うとこちら65、65%が正解となります。 こちらちょっと何を言っているのか少し意味分かりづらいんですけども、計画から言うとこちら65%が暗記になります。こちらは消防庁告示の加圧送水装置の基準第5、ポンプ方式の加圧送水装置の3の論に書かれていることになります。この定格突出量、この定格といわれるものは指定された性能です。指定された性能の突出量がの150%、100がマックスだとしたら、その150%の突出量における、要定曲,要定曲線上の全要定は、 全要定と言われるものはポンプが水を汲み上げられる全部の高さのことを言います。このポンプが水を汲み上げられる高さの定格突出量における全要定の65%以上であることと書かれております。まあ、結果65、65%の暗記になるんですが、例えばなんですが、この例といたしましてポンプか、ポンプから出る水の量が性能上1分で100リットルとした場合、例えばこのようにポ,ポンプからこう排出される性能、水の量が1分間で100リットル。 だとした場合、もし150リットル、これですね、定格出力の150%なので、もし150リットル出す場合は、このポンプが水を汲み上げられるすべての高さ、すべての高さの性能が10メートルの場合は、6.5メートルの高さ以上としなければならないということになります。なので、あまり高さを縮めないでくださいと言っているのが今回の問題になります。なので、今回の問題、少し例で細かく書かせていただきましたが、結果から言うと、この定格突出量の150%に対して、 60 65%の全要定であることをえしっかりと暗記してください。今回の問題は50と書かれているものが65が正解となりますので4番は不正解となります。以上今回3問解説させていただきました。次回はパート13について解説をしていきますのでそちらもご覧ください。今回はこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。